北満所国印城を設置見た藩藩主、有馬則友に、北満所が有志していた、黄金5枚が無事返済されたことを記した、天正18年11月24日付の詔書。差出人は、豊臣家筆頭奥女中、高蔵巣。北満所所用の国印を据えた、金小則の体裁を取っている。資本牧書、名古屋市博物館収蔵。国印とは、 戦国時代から江戸時代にかけて将軍、大名、旗本などが墨を用いて応印した上で発給した文書のこと。戦国時代には花王に代わって印判を応印する印判状が広まり、戦国大名においても花王を押す者、主印や国印を応印する者、王と印判を併用する者など様々な公文書が発給されていた。国印状の由来については、 文明19年に今川氏地下が幼少のために顔を記すことが困難であったために代わりとして用いたのが初めと言われている。将軍においてはおうちガや上木類の発給、大名においては家臣や自社業に対する治療の当て業、安堵、旗本においては下事上の発給などに用いられた。国印上に対する誤解として国印上は 主院上の略式文書である江戸幕府が主院上を将軍専用として大名の使用を禁じたというものがある。だが、将軍、徳川家康、秀忠の代には国印上による所領安度が行われたり、徳川家光が上落の際に出されたルスハットは国印上にて発給されている。また、細川家や伊達家で出された藩主発給の主院上も現存している。 ありがとうございます。